はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、黒い砂漠リマスタード続きの方をね、やっていきましょう。第2回目だね。うんですね、はい。というわけでね、前回、この、古代の石碑、石室か、うん、のね、ご覧の通り、あそこのね、光ってるね、白い箱みたいなやつ、うん、調べたらムービーが出て、で、なんかね、このね、ほら、ちょっと前回とね、見た目がちょっと変わってると思います。うん、なんかね、ああいうところからこう成長していくみたいな、この人は。人なのかどうかわからないけど。うん。というわけでね、うん。じゃあ、続きの方をやっていきましょう。エダンと話すのかな？エダンと話すみたいですわ。君をここに導いたのは運命なんだろうな。わからないことがあるかい？経験が答えを導いてくれるさ。進行中だね。うん、で、これね、これです。ちょっと待って。はい、これです。これに設定すると、うん、この石碑を調べろと。いうところなんです。こっちがこっちからなのかな。はい、古代の石室、経験の壁画、最初の古代人、二人のエダナ、不明の戦い、自分自身と戦って勝った最初の古代人エダナっていう絵なんだね、きっとね。大丈夫かな、次かな。石像、古代の石室、経験の壁画に、カブア族の族長、空の告げ、黒い石と幸いと祝福、古代のカブア族、エダナ族長、強力な力でカブア族を導くという壁画、うん、がこれだね。なんだ、アプリ屋さんです。で、こちら。古代の。ああ、なるほどね。うるさいんだね。エダナの冒険団。カバー族と野蛮族との結合、黒い石の石。黒い石の守護者となったエダナの冒険団を聞く小さい子供たちの壁画。うん、なるほど。そしてこちら。エダナの死。死んじゃったんだね。悲しむカブア族の聖人たち。黒い石に埋められたエダナ。光が消える。なるほど。そして次。これが最後だね。エダナの復活。死から蘇ったエダナの2番目の生。脅威に驚くカブア族の聖人たち。そりゃそうだろうね。死んだ奴が生き返っちゃうんだから。なるほど。で、これで、エダンと話すがいい。あ、そうね。赤い、チェックマークが、うん、クエスト完了ですよ、のマークだね。確かね。闇の中でも、光に向かって動いてくれ。うん、我々、白図団の判断では、この遺物に古代の黒いオーラが封印されているはずだ。それを得て成長したんだね、黒い精霊が。闇の精霊か。暴れん坊の陰婦たちの隊長である、レッドノーズというやつも前にここで、遺物を盗んでいったようだ。闇の精霊に取り憑かれた者は強大な力と知恵を手に入れるが、結局闇に侵食されてモンスターになるようだ。なるほど。このまま行くと、エレンちゃんもモンスターになってしまう。きっとレッドノーズのやつの体に変化があるはずだ。ずっと闇の精霊と一緒に行動すると君も同じようになるだろう。だから、もし助けが必要になったら俺を訪ねてくれ。覚えておいてくれ。俺はエダンだ。これは完了。経験がだんだん道を見せてくれるはずだ。あ、出てきた。あいつの言うことは注意深く聞かなくてもいいに。お前はこれからも俺についてくればいいぞ。分かったよな。ところでさっき面白い話を聞いたようだけど、俺と同じようなやつがいるってことだ。レッドノーズって言ってた。
なかなか可愛い名前だな。ソリに乗りたいとき呼べばいいだろう。トナカイみたいなやつだって言ってんだね。レッドノーズのやつの話をしてあげたら、西部警備キャンプの人々もお前のことを好きになるはずだ。なるほど。ということで、闇の精霊のプレゼント。これはまだ受けてないんだね。石室の状況報告が進行中だったな。どうだ、俺と旅すると楽しいことだらけだろ。これほんの一部だ。これからもっとたくさんの冒険が待っている。いつでもずっと俺と一緒だぜ。お前が熱心だからプレゼントをあげる。あ、プレゼントくれるみたい。で、これで。いいんだね、これで OK なんだ。よし、じゃあ。ジャレット・ドモンガットに状況を報告する。なるほど。十字キーを押すと応答で、目的地に行ってくれますんで、楽です。どうした？ログインボーナス？あ、多分今0時を回ったんでしょうね。うん、いや、楽だな、この機能は、本当に。この間。あ、なんだ？これクエストじゃないのかな？サブクエストみたいなやつだよね、きっとね。ちょっと受けてみようか。すごい！古代人はすでに何百年も前からクローン城の事件が起こることが分かっていたのか。古代の武器。お、分かれば分かるほど驚くべきだな。古代人の予言か。事実だろ？実は古代兵器も調べたかったが、石化についても解釈するほど面白い。しかし何日もかかりそうだな。お前、古代兵器に興味あるか？これがこの化石を分析する間に、俺がか。うん、古代兵器を調べてくれないか。なるほど。古代兵器。はいはい。あ、そうだ。デイリーのプレゼントみたいなのもらいましょう、これで。うん、毎日ログインしてマイレージを貯めよう。これがもらえるんだね。100個。っていうのがもう1個もらえた。1日1回の特別な時間。あ、なるほど。経験値が上がるみたいなですね。これどっちがいいんだ ?60 分の方は 200%。で、120分の方は 100%。これ、だから多分60分でやった方がいいね。1時間ぐらいの動画にしますから、大体ね。あ、これも同じような感じだね。これを受け取りますと。戦闘名声報酬、より早い成長。なるほど。名誉、戦闘経験値取得が 20%、60分。スキル系、あ、さっきのあれは、戦闘にしてるから、こっちはスキルにしとこうか。うん。条件が合わないため受け取れません。なんだよ。もう一つ受けてたら受けれないみたいな感じだな。よし、これでいいでしょう。で、まずは、ちょっと待ってね。これを先にやった方がいいね。場所的に。よし。多分妖精の近くね、導きのままに。これだ。これ調べる。これが古代兵器なんだね。古代人の守護兵器。古代兵器として推定される異物だ。古代人の守護兵器。丸い形で攻撃より防御の目的で作られたようだ。なるほど。この先の奥。ここにはないんだな。こっちね。これだ。これも完全に攻撃目的。うん。古代兵器として推定される異物はとりわけ大きい。古代人の巨大集合兵器。硬くて破壊的な攻撃性を持つのが特徴である。うん、なるほど。で、あとは、戻ればいいの？あ、この先にもある。あ、これは石碑。グロン城の祭壇。錬金術の象徴である蛇の8つの字に編んで作った祭壇の上に、不死の錬金術師が持つ召喚石が置かれると、幸いの種が燃える。っていう
けですね。こっちはないね。ない。戻ろう。行政の、あれ？これ終わってないのか？はい。あれ？終わったよ。あ、終わってるわ、終わってる。うん、お、お金。これをさっきの人に報告しに行けばいいんだね。ほら、OK。あんな感じでクエストが受けれるんだね。なるほど、なるほど。やっぱり古代人がこんなに硬い古代兵器を作り出していた理由はなんだ。賢い彼らは。古代の優れた知識は子孫に毒になるかもしれんと思ったのかもな、うん、だから伝えなかったのか。なるほど。 OK、 こんな感じでサブクエストが進みました。それで、闇の精霊のプレゼント、うん、呼べばいいのかな。あ、なるほど、受け取ってないのか、これ。バッグに空きスロットがないため受け取れない。なるほど、なるほど。ちょっと待って。入りたいです。あれ、ほら。いつここに来たのか、記憶がない。ここの、あの、なんだろう。エンブレムが変わった。ちょっと待ってね、バッグ。またジャレット姫のとこ行くからね、まあ多分うるさいことになりますよ。申し訳ないけども。ご了承ください。あのキャラクターのね、喋るのと私の実況がかぶってしまうのはもう仕方ないとしてください。よし、じゃあここで。あ、あそこになんかある。クエスト。ちょっとまあでも先にジャレット姫に。これジャレット姫じゃないんだ。あれ？なんだ？本当にもうこのど田舎。気に入らないことばかり。早く終わらせて、うん、城に戻りたい。知識獲得。ジャレ登場様の前です、礼を尽くしなさい。うんざり、聞きたくないな。ロイクミルゾに関する知識を習得した。どういうことだろう。ことだと思った。みんな、まあいいか。報酬をもらいたくないのね。新しい知識を習得した。多分このロイクミルゾさんっていう人のことを知ったんだね、きっとね。早く終わらせて。ごめんなさい、ごめんなさい。戻りたい。まだ調査中なのか。まったくいつ終わるのよ、もどかしい。怪しいことや気になることはなかったわけ。レッドノーズ、インプ、それが私と一体どういう関係があるわけ。黒い石、ジョルダインが話していた黒い石を捧げろって。まあいい、頭が痛い。もういい、今後私の隣にいるスズと話しなさい。なるほど。会話交流なんだこれ。お、会話条件、ジャレットモルモドモンガットに興味誘発を失敗、誤解してください。なんだろう。なんだろう、これ馬車に乗ったけど。会話交流。終了。親密度獲得なし。どういうことなの？どういうことなの？もう一回ちょっとやってみようか。モルドガタに興味誘発の失敗を一回してください。あ。B ボタンで。チン。あれ。チン。あれ？プラス2の親密度を獲得。あ、なるほど、なるほど。チーンを1回得たらよかったんだね、今のね。こういうことか、なるほど。連続交流する。ジャレデッド・モー・ドモンガットに最大好感度43以上を獲得。最大好感度。これか。これを得るためにどうしたらいいんだろうか。
好感度を持ってる人を入れていけばいいの。興味がある人じゃなきゃダメだろうね、これね。なるほど。この多分、ジャレット姫が、この人たちにどれぐらいの興味を持ってるかっていうのが、このオレンジの字の値なのかな。こっちの人。あ、44とかいる。1、全然興味ないんだ。えだ。キナ。これ高い人を選んでいけばいいのか。あ、でも好感度があんまり上がらないんだね、これね。好感度を上げていかなきゃなんないでしょ、これ。でも、興味誘発みたいなのを得るには、多分興味が高い人を得ていかなきゃなんない。難しい、難しい。あ、この人いいわ。ラフィーさん、レッドマウンテン。オーベン。オーベンもいいね。オーベンも。オーベンも入れよう。もういない?タクロス。興味20。11。あ、この人いいね。ルーク。ラニ。インカスの方。ラニとインカス入れるか。ラニでもあんまりだな。どうやって外すんだ、これ。外せないのか、もう入れたら。まあいいや、行こう。あ、はいはい。行け行け。あら、ダメだ。ダメでした。最大好感度が低い。難しいですね。これちょっと放送外でちょっと頑張ってみようかな。本当にもうこのど田舎。これも見たのか。早く終わらせて城に戻りたい。で、ミルズと話せばいいんだね、今のね。これ以上ジャレット姫様を煩わせないでくれ。姫様は気を使わなければならないことが多い方だ。なるほど、依頼がある。ジャレット嬢様の前ですね、礼を尽くしなさい。辺境の百戦錬磨。レッドノーズの情報はクリフ司令官に報告してください。彼は最高の名将でありながらドモンガット家の中心。ところがカルフェオン戦争後任命された、自治長様と対立して結局こんな辺境に来るようになってしまったんだ。なるほどね。その自治長様はうちのジャレット姫様の婚約者。なるほど。これからセレンディアを率いる方に背を向いてはならないだろう。なるほど。インプを全部討伐してハイデルに戻ればクリフ様と自治長様の関係は改善するはずだ。なるほど。だから私たちにもっと協力してくれ。クリフ司令官には俺が推薦状を確保。なるほど。オッケー。あ、出てきた。どうしたの。特別なプレゼント、冒険の軽やかな足取り。ちょっと何をそんなにたくさん持ち歩いてるんだ。俺たちの旅はこれから始まるんだけどさ。たくさんの戦利品を手に入れるのもいいけど、その時バッグと重量が増えるのを忘れちゃったんだ。仕方ないから今回限り特別に助けてやろう。君のために用意したものだ。なるほどね。これはプレミアパッケージ。なんだろうこれ。説明、1日の間以下の効果が得られる。戦闘スキル、生活、登場物経験値、プラス 30%。ああ、なるほど、なるほど。待ってね、今見せたい。ああ、なるほどね。まあ、いいことがあると。これは貢献度経験値。よし、オッケー。ここにいるともうずっとジャレット姫がいるから。で、今のやつ使うんだね。こっちか。これなんだ?アイテム獲得増加スクロール。これなんか今使ったらもったいない気がするな。で、もらえなかったっけ今。あ、バッグにマス拡張。どうするのこれ、どうすんの。あ、こっちか。バッグにマス拡張じゃね、うん、よし、いいぞ。誰、何、釣り竿持ったわ。あ、こういうことか。なるほど、釣り竿はそういうことね。
使えない、使えるやつあったら使っていこう。なんかよくわかんないけども。なんだ？あ、もらってない、もらってない。なんだろう。依頼。軽くな足取りに。ちゃんと受け取ったか？そうしたら使ってみよう。一定時間の間、お前のバッグと重量を減らしてくれるだろう。なんだ、まさか今使うのもったいないんじゃないよな。心配するな、使用したらもう一個あげるから。なるほど、ありがとう。これは、俺たちの契約忘れねえよ。俺、お前の成長が俺の成長に他ならないからな。使ったよね、使ったよね、今ね。よし。これでバッグ。あ、一個もらえた。うん、なるほどね。あ、これ使えばいいのか、今。はい。商品を使用すると、期間アイテムの使用時間が適用されます。使用しますか？ OK。で、そうするとどうなの？重量をたくさんちょっと持てるんだと。一日の間。うん。あ、今なんか言ってたけど、見落としちゃったな。闇の精霊を呼んで、このクエストをクリアすると。どうだ？ん？体が軽くなったの感じるか？俺たちの行く道は遠いから、今度から自分で解決しなければならないんだぞ。OK。これで OK だね。よしよしよし。で、バッグ。うん。そうだね。これだけ持てるよって今。よし、じゃあ、辺境の百戦錬磨入れましょうか。クリフ隊長と話す。クリフ隊長はここか。いたいた。クリフ隊長。侍従長上代、信用できないものだ。何の用だ。今は作戦会議中だ。この長くて退屈な戦争を終わらせる重要なところだ。最近はレッドノーズと呼ばれるインプの隊長が騒ぎを起こしているようだ。うん、そうそう、それに今これなんだろう。闇の精霊の邪念2個必要。これがないと受けれないな。西部キャンプでは事件が多い。ジェイミーとヘッセンベイルがよくやってくれているから安心ではあるが、基本礼儀。信用できないものだ。鋼鉄インプの構成。ロイク・ミルズの推薦状。あの気難しいジャレットの執事のことか。彼の推薦状をもらうのが一体何年ぶりだろう。信用できないもの。そうか、レッドノーズにそんな力があったのか。ちょうど作戦を誰かに任せようと論議していたところだ。信用できない。押し寄せてくる鋼鉄のインプの激しい攻勢を一人で破って、やつらの隊長レッドノーズを追跡してくれる実力者だ。ジャレット姫の執事は君を強く推薦している。どうだどうだ、この重要な役目を果たせる自信はあるか。覚悟した目つきだ。よかろう。なら今すぐここを攻撃するあのインプの群れを退治してくれ。危険な奴らの周りには、うん、さらにたくさんの危険が存在している。なるほど。これは探検拠点確保。ここに来る間に様々な冒険をしたんだろう。途中でインプの洞窟を回ったか。待ってない。ならばあと一つだな。西部警備キャンプの貢献度に信用できない。西部警備キャンプに貢献度を投資してみるといいということだ。侍従長ジョルダイン。なんかクエストってわけじゃない。できないものだ。で、鋼鉄のインプの構成。ちょっとした話なんだね、きっとね。あれ気になるけど、また後でにしようか。でも、同時に受けちゃえばいいか。ヘッセンベイル。ポーションが必要ですか？オルビア村には行ってみました。幼い頃に自分が過ごしたところですが、今でも思い浮かぶものですね。何これ。練習用ひなわじゅう。開い。イントンの森での狩猟活動。
狩りをしてみるといろいろな有用なものが入手できることもあります。イントンの森に行けばフクロウがいます。一度狩りをしてみませんか。なるほど、フクロウを捕まえて家でペットとして育てることもあると思います。へえ。ここは日々負傷兵たちが増えています。あ、これで火縄銃を借りるってことだな。必要貢献度2、自分の貢献度52。あ、だいぶある。借りれるんだ。よし、借りましたよ、火縄銃。火縄銃はどうやって使うんだろう。あ、バック、あるね、火縄銃。ああ、いいじゃない、いいじゃない。銃を構えてるよ、エレンちゃんが。なるほどね、こうやって使えばいいんだと。とりあえずでも今は使うところじゃないでしょ、きっと。なるほどなるほど、なんかよく分かってきたぞ、装備面は。あっちに明かりがある。あ、これがターゲットたちなんだ。なるほど。他にクエストを受ける NPC とかいないよね。使え、集中しろ。おい、そっちは大丈夫。いないね。とりあえずフクロウ先行こうか。うん、はい。あ、逆だった。そうか、十字キー上で音が鳴ります。勝手に行ってくれる。でもすいません。いるね、ターゲット。後でやるよ。ごめんね。オートラン中ってあの景色をこう眺められるからいいね。お、フレーメノか。ちょっとね、でも気をつけないと、結構強い敵がいたりするんですよ。まあでも強い敵と遭遇するとね、あの闇の精霊が出てきて、今のままじゃ戦えない、逃げろっていう。まあだから分かりやすい。あの強い、もうこいつとはちょっとやり合っても勝てねえなっていう敵が出てきたら教えてくれるから。こっち来んなり。あ、この辺り。なるほど。手元ランはいいや。で、まあいいか。ここで、火縄銃に、乾燥しますと。さて、どうやって使うのかな、これは。まあ、とりあえず、場所に行こう。あ、あそこだね。火縄銃構えてるエレンちゃんもいいね。火縄銃士になればいいな。キツネ。キツネいいじゃない。あ、いるよ、フクロウ、ほら。冗談。うわうわ、なんかいるわ。いろいろ。フクロウ。見やすいところに移動したいんだけども。いた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 、はい。ああ、ターゲット出てる。これを合わせて、これ合わせて、はい、行くぞ。どうすればいい。これだ、これだ。当たったのかな。当たった当たった。大丈夫。袋を収穫。鳥かごの中にいる袋。転がってるけども。まあいいか。これ他にでもできるのかな。あ、あ、吹っ飛ぶんだ。よいしょー。あ、連続で撃てる。
いや、いいな、これ。面白い。キツネちゃんは？キツネちゃんはでも、クエスト関係じゃないから倒したよね、きっと。なるほどね。で、NPC に。あれだ、これ火縄銃持ってるとどうなんできない。バッグなんだ。あ、袋か、そうか。びっくりした。うん、でオートラン、そっち行かなくてもいいんじゃない、こっちで行ったらいいじゃない。なにこれ、お前なんだ。何あれ。なんかお菓子の鳥みたいな。ああいうペットなのかな。で、主人がちょっと先にバーって行っちゃったから頑張って追いかけてる感じなのかな。きっとでもそんな感じだろうね。もうちょっとうまく取らせてくれ。ちゃんと道を沿ってね、行くんだね。まあいいか。まあいいでしょう。ふぇー。ついでに妊婦もやっとくか。この辺りいるよね。キツネだ、ここに。いた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 。やらせません。よし。そいそい、あそこに何だ、いるな、いるな。ちょっといた。あ、これ当たり判定ない。何かを達成した。じゃあね、レベルが上がったんだな、きっとな。よし、あ、これで話しかけれる。はっ、大したものだ。一日中横になっていた時はどうかなってしまうんじゃないかと思ったのに。馬はもともとこんな小さかったっけ。君が大きいんじゃないのかな。周辺警備来てるな、いろいろ。インプたちはうちのキャンプから北の方から来る。お前が退治したやつらもそっちから来たんだろう。クリフ隊長の任務を受けたようだな。だがあまりにも深入りすると危険だ。任務もいいが命が大事だ。ありがとう、いいやつだ。これもらえるのね。 OK、 来てる来てる来てる。ここでやってたらいい。うん、よし。あ、もうこれやったのか。あ、でも、鋼鉄インプの群れ退治が20分の5になってる。やらせませんか。あ、ごめんなさい、キツネちゃん。おい、来た来た来た。あ、全然違うところにいる。すん。すん。どうやって避けんだっけ、今。こんな時に敵がいない。終わってた。ジャンプ。なんか避けるやつあったの、今。避けるアビリティ、あ、これだ、素敵すん。あ、なるほど、ナイフは前方は攻撃、うん、あ、こんなやり方もあります。あ、もうスタミナがないんだ、なるほど。いや、なかなかあれだな、分かってこないとっていうところがある。あそこにもいる、あそこにもいる、いるじゃない、ここにいっぱい。おい、ごめん、キツネちゃん。よいしょ。すっ、よう、あそこにいっぱいいる。いや、気持ちがいい。もう操作が楽っていうか、
やったみたいだな。やったみたいな。よし。OK。場所はそこか、そこか。闇の精霊召喚。なるほど。鋼鉄インプはどうして鋼鉄インプと呼ばれているんだ。他のインプより鋼鉄のように強いからかな。じゃあお前もこう呼んであげようか、エレンウェン。難しい顔するな。笑ってたこと全部知っている。お前は俺、二人だけのことが。あ、これいつものやつだ。嫌い。どれ。バク拡張、僕のための必須準備。俺たちはこれから本格的な冒険をするんだ。もうすぐゾッとするようなところにも行く予定だぞ。俺はどうでもいいんだけど、君には俺が用意したこれが絶対必要だろう。あ、ありがとう。8個も上がる。人間は冒険に出るときいろんなものを保管するバッグを必ず用意するみたいだしな。ありがとう。で、インプの本拠地ね。鋼鉄インプって大したことなかったじゃん。お前の名前の前に鋼鉄をつけるのは考え直した方がいいよな。あのクリフ、キャンプ隊長がレッドノードを探してくると言ってただろう。古代の石室で異物を盗んで逃げたというインプさ。俺にはわかる気がする。この近くから奴の痕跡が感じられるんだ。しかも時の流れを感じられる痕跡さ。あ、なんかいる。待って、ごめん。もう今クエスト中だから。君のために用意したプレゼントだから大事に使えないよ。俺の思いやりが感じられるだろう。ありがとうね。まずはお言葉に甘えてバッグを拡張しよう。ここだ。いや、いいな、こんだけ開くと。これは民兵だが、あ、持ってるわ。これはバインダーのベルト。あ、ベルトが手に入りました。記憶の破片。違うやつ、使うやつ。装備かもどうかもわかんない。あ、ここに追加されるの。なるほど。明日これ使えばいいね。よし、行こう。ここじゃないわ。で、あれだ、これだ。ここに行こう。ん？どこだ？あ、そっか。さっきの。フクロウの子。火縄銃を返さなきゃなんないな、その前にね。はい。ありがとう。ポーションが必要ですか？狩りの才能がありますね。狩りをするときは常に背中を気をつけてください。ありがとう。ここは日々、負傷兵たちが増えています。コンティニュー。私にはやるべきことが多いです。よし、これでいいね。冒険者様も気をつけてください。で、こっちなんか今マークなかった？気のせいかな。そういうわけで、こちらに行きましょう。いいのか、あってのか。うん、いいなー、うまーいなー。馬に乗りたい。向こうの方だけどな。いいのかな。今バレノスは PM9 時50分。あ、この洞窟ってことね。なるほど。リトルノーズとの会話。
レッドノードの前にリトルノードをやる。あ、いっぱいいる。無用な戦いはリンプだってね、生きてるんだから。襲ってこなきゃ、襲ってこなきゃやらないぞ。よし、やるぞ。お前はやる、お前もやるわ。あ、ごめん、お前やらなくてよかったやつだこいつは。なかなかに強いやつだ。なんか得た。よし、ボルグにいる銀海。襲ってこないんだね。あ、何何よって、うん、この子たちは戦闘種族じゃないんだね。戦闘タイプじゃない。だ、なんだ、何が来た、何が来たんだ。石投げてくるじゃないかお前。仕方ない。どこどこ、あ、至る所から石投げ。ごめんなさい、やらざるを得ない。これは完全な大虐殺です。パワー、ごめんな。で、ショコ、お前よりは物知りな。あ、あそこにいる。敵対しなきゃいいんだね。この子か、話しかけよう。レッドノーズ隊長、目立たず来るなんてすごい。声が大きい。ごめんね、ごめんね、実況してるからさ。人、あ、あっち行け。わ、私隊長に怒られたくない。レッドノーズ隊長の棍棒はめちゃめちゃ大きい。かわいいな。レッドノーズ隊長嫌だ、人と話したら殴る。なるほど、大丈夫だ。レッドノーズ隊長嫌だ、日の何だ、ボスの秘密。なんで私に隊長のことを聞く。私は同族を言渡す一夫じゃ ない。リトルノーズはブルブル震えた指先で洞窟の、片方の壁を指差した。なるほど、これはお前から聞いたことじゃないからな。お前は何も言わなかった。このロチア農場からつながっている。うん、インプかわいいな。貿易は俺にもできる。西部警備キャンプにいるルーク市場に学んだ。ベリアと、キャンプの間で貿易をするには貿易ルートを確保しないといけない。ベリアとロッジア農場、そしてこのインプ洞窟を連結しろと言った。まさか、俺でも知ってるのに理解できないわけないよな。ごめんね。ロッジア農場とインプ洞窟の拠点に投資しろ。ここに投資すれば鉱物も手に入る。投資どうやってやんの。拠点確保、拠点税金情報、これ違うな。探索拠点管理、これ違うな。何これ、わからん。ちょっと待って、わからないことはやらない。ちょっと待ってね。なんか変わるのかな。いや、変わらない。声が大きい。先行拠点に接続が必要です。ボタンを押して先行拠点を確認してください。なんかあんのかな。ロチア農場とインプ洞窟ね。わからない、これ。ちょっと調べてからにしよう。ちょっとごめんな、リトルノーズ、ちょっとわからないわ。あ、なんか怪しい文模様。意味のわからない模様が刻んである。この模様がリーダーレッドノーズと関係あるのかな。まるで古代語に見えるような模様が壁に刻まれている。俺、今見間違えてるんじゃないよね。今お前も俺と同じものを見たんだよな。この壁に書かれている模様だよ。レッドノーズについて語っている模様のようだが、あの小さいインプは役に立たないようだな。レッドノーズのやつを追跡し続けるにはどうすればいいんだ。そうだ、あの外の方に使えそうなやつが見える。話しかけてみよう。
あいつには俺を追いかける者の匂いが染みついているけどな。なるほど、外にいるんだな。どこに外にいるのか。こっちか。なるほど、やってるね。お祭りかな。まぶしまぶしまぶしい。あ、いる。ウノ、ごめんなさい。誰もインプを研究しない、わしがやらないと。なるほど。君の名前は多分エレンウェン。ほほう、驚かないでくれ。エダンは俺の友人なんだ。君にも黒いオーラが宿っているようだな。俺はレッドノーズに宿った黒いオーラを調査しているところなんだ。レッドノーズを見たことはあるか。見たことないです。あいつは突然変異に間違いない。なるほど、体格のいいインプはいい研究対象だ。レッドノーズのやつが求めていたのは強力な力、それだけだった。闇の精霊の力を借りて結局願いは叶ったか。その代わり闇の精霊に侵食されたまま闇の世界に完全に飲み込まれてしまったんだ。そういえば君はまだ正気を保っているな。どうしてそれができるんだ。いや、今はそれが重要ではない。そのレッドノーズの黒いオーラがどこから始まったかってことだ。この根源がわかると先が見えるようになるだろう。レッドノーズはアグリス祭壇に住んでいたんだ。そこできっとレッドノーズについての手がかりを探せるはずだ。言葉が通じるインプはこの洞窟の中にいる。いたね、リトルノーズ、ね、名前はリトルノーズだったっけ、うん、そうそう、可愛いやつだった。で、アグリアス最短の鋼鉄インプの群れを退治する。50匹も倒すの。キツネちゃんがここでいるわ。毎回やるか。やってやるよ。経験値活用になるだろう。よしよしよし、なんか範囲技みたいなのあったはずだけどな。あ、これだ。あ、これだ。避けるの、避けるボタン。レベルが上がったみたいですよ。よいしょ、気持ちがいい。これは止まって、ワイボタン押して、ああこれ気持ちいいね。これは気持ちがいいですよ。せい、よいしょ、気持ちいいなこれ。あ、空振りした。なるほどな、赤いマークがロックオンマークだ。なんだあれ。立てない。よいしょ、あと20、あ、じゃない14。いいねー。あ、これ撃ってる間もターゲット変える。気持ちいい気持ちいい気持ちいい。全部はないな。避けるときはこれ。なるほど、分かったぞ。なんか他に新しい技なんか。あ、これ違う。あ、でもなんかちょっとこれ覚えとこう。あ、なんだ、なんかやった、なんかやった、なんかやっちゃった俺。R ボタン、 R ボタンを押しながら、 Y を押すと
バック開けるわ、それいいね。よいしょー、いいぞ。お前もこれ何なんだ。まだいいのこれ。いいじゃないの。あ、もう50匹倒してた。倒すぎて忘れてた。レッドノーズへの恐怖を超えて、もう完全な忠誠心を持つようになったようだな。お前は今まで相手をして、あ、いいのか。はい。闇の精霊のプレゼントまたくれるのか、ありがとう。どうだ、俺と旅すると楽しいことだらけだろう。これは本当のほんの一部だ。これからもっとたくさんの冒険が待っている。これいつもこれ言うんだな。なるほど。もう読むのやめよう。で、アグリスのスタッフ、レッドノーズを支配した黒いオーラか、わからないだろう。あの魔法を使っている奴らの死技かも。あいつらが持っているスタッフを奪って調査してみよう。どうも怪しい。プレゼント気に入った？お前のために俺が特別に用意した品物だ。あ、だだだ、いや、ごめんごめん、ちょっと待って。ごめんよ、ここは危険だ。あ、でもやらなきゃなんのか。そうか、スタッフを。なんだ、びっくりした。あ、外れた。気持ちいい。あ、届いてない。夜になってるのか。なるほど。よし、あとは鋼鉄部族のインプ選手を退治する。あとは結構いるな。通常攻撃が強いんだ。これ範囲だな。範囲技だ。あと一匹、あいつだ。おい、ちょっと待ってくれ。お前はなんだ。なんかあんの。入れない。まだいるな、まだいるな。シャーマンか。そうかそうか。いや、いいぞ。よいしょ。よし、これでいい。ちょっと安全なとこまで。なんだろう。そうかそうか、あの R トリガーはあのダッシュにしてんだね、うん、でこれでん、これで回避ができる。いいですね。よし、じゃあ精霊を呼ぶわけじゃなくてどっか行くんだな、場所に。ここか、祭壇に行けばいいんだ。なるほど。よいしょ。
これを調べるの？うん、まあ、大したことないな。だがありふれた枯れ木じゃないか。ところでハイデルの近くにあるアレハンドロ農場には行ってみたか。人間が面倒なら鉱山インプの相手をしようぜ。なるほど、レッドノーズの秘密。あっちを見ろ。さっきのあの臆病なリトルノーズじゃないか。勇気出してここまで来たか。ビビらせるのも面白そうだが、今は話をする時間だ。分かるよな。で、リトルノーズちゃんはあそこにいるのか。なんだ。ごめんね、ごめんね。はい、もう一回リトルノーズに用があるんだ。お前たちに言えかな。こんなとこまでどうしたの。ほ、本当に しつこい。そんなに隊長について知りたいのか。隊長は、いや、レッドノーズは実は いじめられてたんだ。私のように鼻が赤かったら、レッドノーズは毎日お祈りした。皆の上に立っている強力な力をくださいと。その時だった。漆黒のような黒いオーラに包まれたのがさ、そう、怒りと復讐がレッドノーズの飲み込んだんだ。別に役に立つかどうか分かりませんが。レッドノーズについて知ってることをもっと話してくれ。絶対隊長の鼻を見て笑ってはいけない。なるほど、笑っちゃいけないんだね。こんな話も私から言われたと話してはいけない。なるほどね。鼻をいじられるの嫌なんだね。確信できた。リトルノーズのやつの話が本当なら、俺がかすかに感じていたオーラは何なのか。あいつ俺たちを呼んでるぞ。面白くねえか。身に余る力に食われたまま闇の隙間に隠れて。わかったか。なんで人々が奴を見つけられなかったのか。もちろん俺なら奴を無理やり引き出せるけどな。今から俺が見せるのはもしかしたら幻かもしれないぞ。しかしお前はその幻で死ぬかもしれない。どうする。該当モンスターの知識があると HP 状態を確認できます。知識やモンスター退治の際、確率で獲得可能です。なるほど。よし、行こう。確か。インプ退治を召喚できるようになってた。これ隠密コードできんだね。初めて知ったよ。あそこの中か。なるほど。見つからないように。してこれ隠密中に R トリガー引くとあれだ、前転する。使っても大したことないし。ここでか。まずは敵をやらなきゃなんないな。めっちゃいるけど。やるか、お前ら。相手になってやるぞ。レベルも上がった。あ、捕らわれてんだね。助けれるんだこれ。待ってろ、今助ける。よし、よく矢で俺壊せたな。間違って刺さっちゃうね。で、ここで歩きをして会話する。
黒いオーラが渦巻いている。インプ隊長召喚書1個必要。これ多分今もらったんだね。亀裂しやがる。お、ほら闇の精霊みたいのがちょっと飛び出てきてる。何匹か。なるほど、お前がレッドノーズか。いや、燃えちゃったぞ。よし、赤鼻目が。え、ちょ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 、もう邪魔だな。ザコが邪魔だ。痛い。強いじゃん意外と。よいしょ、分かってきたぞ。よいしょ、危ない危ない危ない。これは面白い、これは面白いぞ。いや強いな。よいしょ、痛い。なんかなかったっけな、近接攻撃みたいなやつ。あ、そうか、これの前方か。違った。え、なんだ今の技。よいしょ、うおーっと危ない。よし減ってきたぞ。いや面白い。なるほどね。なんか協力してくれてる。あ、なるほどなるほど、こいつらを助けたら助けてくれるんだ。よーし、そういうことか。よし、みんなで戦おう。痛い痛い痛い。なんか変わってきたぞあいつ。なんかないかな、なんかなんか特別な技ないかな。なんかやった、ダメだ。いやー、しゃがってたから当たんなかった。そういう当たり判定もしっかりしてんだな。やれるぞやれるぞ。よし、よいしょ、うらい。闇に引きずり込まれてる。みんなありがとう。面白い。ちょっと安全な地域に避難しよう。向こうにないか。逃げろ逃げろ、道に行けば安全だきっと。で、あれくらいの手応えある敵だと本当に面白いな。なんかクエスト受けれる、ここでなんか撃っちゃった、ごめん。
で、ここね。やっぱりお前ならレッドノーズぐらいは楽勝だと思って、楽勝じゃなかったよ、全然。俺と一緒にいるときは恐れなくて、あ、恐れないでくれ。せいぜい死ぬだろうけど、死ぬだけだろう。ん？ちょっと待って、ちゃんと言おう。俺と一緒にいるときは恐れないでくれ。せいぜい死ぬだけだろう。ひひ。なるほどね。で、依頼よ。あ、プレゼントまだくれる。ありがとう。いつも。老将の励まし。やはりどこに行っても一足遅い奴らがいるね。人間ってもともとそうか。人の上に君臨する人であればあるほど、いつも一足遅いんだよな。あそこにお前もよく知っている者がお前を待ってるぞ。めんどくさいけど、どうせ通り道だし、挨拶でもしようか。プレゼント気に入った？お前のために俺は特別用意したものだけど。いいね。あ、なんか、エルシュロングボウ。これ装備します。はい、装備した。なんか装備品増えてないかな。増えてないね。これはバインダーのイヤリング。あ、装備できる。これは違うな。暗くなっちゃったからちょっと。あんまり見た目変わらないね。あんまりってか全然変わってない。さて。どこに行くんだっけ？さあ、グリフと話すんだね。そうだね。うん、ダッシュしていっちゃおう。いいね、川。川が綺麗ですね。ムツゴロウさんみたいな言い方してかわいいですねーみたいな。ね、もうやだ。なんか突っ切ってくるのかな。ブブ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 。カルフォエン宴会にオオクジラが出現しました。あれなのかな、ノートリアルモンスターみたいな感じ。やめとけやめとけよやめとけよ、お前らが死ぬだけだ。そんなとこまで来てたの。あ、なるほど。話そう。君がどこかに確信を持っていったという話を宇野から初めて聞いたとき、どれほど驚いたか。その場ですぐ討伐隊を組み、鋼鉄インプたちを通り抜けてここまで君を追ってきたが、本当に大したものだ。あの凶暴なレッドノーズをこうも早く倒せるとは。君の名は私の胸の内に永遠に刻まれるだろう。なるほど、いられる。海辺に沿って、うのから聞いた。君にはある病があると。ちょうどこの町に君を助けてくれる俺の旧友がいる。それなりに有名な錬金術師らしいから、君の役に立つはずだ。俺は帰ってインプの残党を相当して、撤収の準備をする。君のような人が領主様の目に留まればどれほど。ああ、ただの独り言だ。気にしないでくれ。それじゃ元気でな。なるほど。クリフ隊長だから助けに来てくれてたんだね。ただまあねえ、エレンちゃんが優秀すぎるから一足お先にレッドノーズ討伐しましたということです。こんなまっすぐ行っちゃって大丈夫かな。よいしょ。高いねー、危ないよ。これでも降りれそうだな。よいしょ。あー、いい、わー、綺麗だー。これね、あのCTRL と U で、これでね、UI 消せるんですわ。
いやー、いい景色です。いい景色ですよ。これを今回のサムネにしましょう。よし、じゃあ行きましょうか。あそこを目指していけばいいんだね。ほら、いるよ、あそこに。グリフォンみたいなやつ。何なんだろうな、あれ。何か荷物積んでる。あ、この下だな。あそこにいらっしゃるわ。ちょっと行かなきゃだね。お、ちょっと待って。村が。あー、なるほど。手伝ってんだ。ほら。多分向こうにある砦みたいなところと、ここの物資を、こう、運搬するのを、このグリフォンが任されてるんだ。へぇー。仲がいいんだね、なんか。人に、人懐っこいとか、人間に、敵対しない。というわけで皆さん、あ、すっげえかっこいい馬だった。ベリア村でございます、ここが。次の冒険の舞台となるのがこのベリア村なのでしょうか。ちょっとね、あそこに会うべき NPC いましたけれども、ちょっと今日はね、ここで、終わりにいたしましょう。ちょっと待って、見晴らしのいいところ、ここだ、怖いわ。ちょっとこっち向いてもらって、ヘレンちゃんにこっち向いてもらって、友愛消して、いいですよ。もうちょっと寄ろうか。ちょっと寄りすぎ。これこれ顔見えてた方がいいかな。さて、というわけでね、今回ね、インプのボスレッドノーズをあーまあ、討伐して、ね、グリフ隊長に、次は、なんだ、ここにね、なんだ、闇の精霊にちょっと詳しい錬金術師がいるから、ここでちょっと君見てもらった方がいいんじゃないかと、ね、取り憑かれてるみたいだから、ということでね、このベリア村にいる錬金術師にちょっと会って、っていうストーリーを次回、第3回に、やっていきましょう。で、今回はここまで。最後に噛んだな。というわけでね、じゃあお疲れ様でした。ごきげんようさよなら。お疲れ様です。